高校生の皆さん、ご家族の皆さん、こんにちは。機械システム工学科です。私は今日司会をいたします准教授の岩見健太郎です。今年度学科長を務めております高川です。よろしくお願いします。それでは早速機械システム工学科の紹介を始めさせていただきます。はい、機械システム工学科はその名の通り機械とシステムをキーワードにしています。人間と機械や自然環境が調和する未来を実現するための機械システムを研究しています。学生の皆さんにはこういった機械システムを学ぶことで世界に貢献するイノベーション人材に育ってもらいたいと考えております。研究のキーワードとしてはこちらにあるような基礎から応用までさまざまな範囲をカバーしています。農工大の機械システム工学科は1989年日本で最初の機械システム工学科として誕生しました。それ以来学問としての機械工学や機械科学の追求と新分野の開拓の双方に絶えず挑戦し続けています。それでは次に機械システム工学科に入学した後の学びの流れを説明します。入学するとまず語学や一般教養、数学や物理学などの基礎科目があります。語学や数学、物理学は専門科目を学ぶための基礎になるので特に重要です。はい、また法学の特徴として1年生のうちから ICT やものづくり科目、専門科目を学ぶことができます。早めに専門を決めることでじっくりと基礎力をつけることができるようになっています。2年後期からは2つのコースに分かれます。航空宇宙機械科学コースとロボティクス知能機械デザインコースです。2年3年とコースごとの専門科目を学び知識を深めていきます。そして3年後期に研究室体験配属があり4年生になると卒業研究が始まります。本学科には約30の研究室がある幅広い分野で最先端の研究を行っています。卒業後は就職したり大学院に進んだりして最終的には機械系イノベーション人材として社会に育っていっていただきます。次に機械システム工学科で学べる専門科目を紹介します。先ほどお話ししたように両コースで共通して学ぶことができる科目とコースごとの専門科目があります。共通科目としては機械システムデザイン、製図法、熱力学、制御工学などの科目があります。また演習科目としてコンピュータープログラミングや CAD 演習があります。 CAD はコンピューター上で機械を設計することで現代のエンジニアには必須となっています。そして2年後期からはコースごとに分かれて専門科目を履修します。航空宇宙機械科学コースでは宇宙推進工学、航空宇宙流体力学、有限要素法などを学ぶことができます。もう一つのロボティクス知能機械デザインコースではロボット工学、車両工学、メカトロニクスなどを学ぶことができます。補足ですが自分の所属コースでない科目でも皆さんの希望に応じて履修できるようになっています。そして次に3年生後期から4年生大学院にかけては皆さんは各研究室に分かれて最先端の研究に取り組んでいただきます。本学科には約30の研究室がある幅広い研究を行っています。きっと皆さんが興味を持って打ち込める研究室があると思います。はい、ここに掲載しているのはごく一部の例でして機械システム工学の全分野で幅広い研究が行われています。また大学院に進学してからになりますが連携大学院という制度があります。近隣にある JAXA や鉄道総研などの研究施設で学ぶこともできます。また機械システム工学科では授業だけでなく課外活動として5つのものづくりサークルの支援を行っています。やはり講義や演習だけでは学んだことを実践するチャンスがありません。こういった課外活動を通して授業で学んだことを実際に応用することができます。具体的なものづくりサークルとしては
ロボット研究会、フォーミュラー、宇宙工学研究部、航空研究会、チームエネラボの5つが現在活動しています。さまざまな大会に出るなど、学生同士が力を合わせて活躍しています。今年はコロナウイルスの影響でなかなか思うように活動ができていないんですが、来年以降は良い状態に戻ることを祈っています。次に卒業生の進路についてお話しします。左の円グラフは学部4年生の卒業生の進路内訳です。進学が約 80% と最も多くなっています。大学院も博士前期課程と博士後期課程とがありますが、どちらも就職が非常に好調です。大学院も含めた就職先の一覧がこの右側です。自動車メーカー、重工、電機メーカーなど非常に多岐にわたっています。一つの会社に複数の卒業生が就職しているケースも多々あります。それでは最後に、機械システム工学科に入学するとどうなるのか、我々からのメッセージをお伝えします。機械システム工学科に入学すると、一生通用する数学、物理学、機械工学の基礎力に加えて、最先端の研究分野の知識や ICT 技術を身につけることができます。機械システム工学を通じて、持続可能かつスマートな社会の実現や人類のフロンティアの開拓に一緒に取り組みましょう。私たちは機械システム工学に興味を持つあなたを心より歓迎します。ぜひキャンパスでお会いしましょう。はい、こちらの機械システム工学科ウェブサイトも合わせてぜひご覧ください。それでは本日はご視聴どうもありがとうございました。